はい、こんにちは。レク専任講師の矢島です。今回はですね、矢島の論文完成講座のご案内になります。司法試験と予備試験のパンフレットの方に載ってるんですけれども、主にですね、論文試験のこう基本的な、文章の書き方とか、さらにこう、合格答案にするために、どういう、事実に着目して、それをどう評価してね、いくと、本番の試験で受けがいいのかっていうところね、そういうのを意識して私の方で回答例を作りましてね、それで、実際に授業をする際にね、ここのところはこういうね、理由で事実を、ピックアップして、でこういう理由で、こういうふうに評価してるんだっていうようなことをね、徹底的に指導しましてね、で短い時間で合格答案のね、作成をする能力を身につけてもらうってことをちょっと狙いにね、こちらの講座の方を作っておりますね。で実際の取り扱う問題の方は司法試験の比較的新しい問題を中心にしまして、さらにその論点の穴を埋めるために予備試験の問題ですとか、あと旧司法試験の問題に若干ちょっとアレンジを加えたりとか、あとは完全にそのオリジナル問題を入れたりとかしてね、そんな感じでこの講座で扱った問題をきちんと復習してもらえれば、基本的にはね、各科目の重要な、テーマは全部こう論文の書き方が分かるようになっておりますね。あとは特に、この司法試験の方ですけれども、試験考査員の方が毎年この取材の趣旨だけではなくて、採点実感という形で、そのどういう答案がこう、本番の試験で評価されるのかということを結構、説明してくれてるんですけども、そういうところなんかもしっかりとこう、意識して、作っておりますのでね、ぜひこの、短期間で効率よく、合格答案の書き方を学んでね、で次の試験に確実に合格したいという方はね、こちらの講座を利用してもらえるといいかなと思いますね。あと過去問の傾向を見てますと、司法試験でも予備試験でもね、相互に司法試験で出題された問題に関するテーマが、予備試験の方で出たり、あるいは逆にね、今度予備試験の方で、出題されたテーマがね、司法試験の方で出たりとか、しますのでね、そういう意味でも、司法試験の受験生もね、予備試験の問題、この講義で扱う予備試験の問題っていうのは司法試験の方でも出てもおかしくないようなものを取り上げてますのでね、そういう形で、この講座で、うまく広くね、各科目の重要論点の論文の書き方なんか分かってもらえるといいかなと思いますね。あと、もちろん予備試験の、受験生も、司法試験の方の、テーマが予備試験の方に出たりとか、あと、結局予備試験受かった後に、司法試験にこう受かんなければ、受かることを目的に皆さん、最終的には勉強しているはずですから、早めにこう、司法試験の、問題なんかも見て、予備試験に受かった後にもう次の、司法試験で一発で合格するぞぐらいな、そんな感じの気合で、この講座を受講してもらえればと思いますね。で、サンプル、実際のもうこの、ですね、この動画を撮っている時点でもう憲法 の授業の方が実際の生講義の方で終わってます。でその、憲法の、講義のちょっと一部を、ちょっとサンプル動画で上げておこうと思いますので、興味のある方は、ちょっと一度そちらのサンプル動画の方を、見てもらえればと思いますね。そんな感じで今回、こちら矢島の論文完成講座のご案内でした。